来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興研のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興研です。いや、あの秋華賞はですね、はい、はみ出し競馬ビートでも何度も出ていただきました北村雄一騎手の素晴らしい勝ち方でした、いや感動しましたね。そうですね、はい、いや、あの北村雄一騎手の G1 初勝利の実況をさせていただいたのが私で、はい、2勝目も関西テレビで中継ができるとは、なんとも嬉しいです、で、ただ僕はですね、あの出雲駅伝なるものにですね、あの行っていきまして、あの競馬場にすらいらっしゃらなかったということで、そうなんです。で、あの出雲駅伝の監督会見っていうのが行われていまして、ちょうどその時、はい、あ、じゃあ原監督なんかと、そう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 、はい、原監督が青山学院の、はい、出てこい駅伝男大作戦、ああなるほどって帰ったら、なんかあの携帯電話が鳴りまして、はい、北村ジョッキーやったなっていう、あ、俺のやつね、桂くんからの LINE で見てしまって、ああもう何をしてくれてんねんということにもなるわけなんですけれどもね。いや、いいです。まあ、ただですね、あの私は出雲駅伝に行っていて全く語れません。はい、ですからこの北村雄一騎手のこの勝利の喜びをですね、秋華賞の実況者に語っていただきたいと思います。川島盛雄アナウンサーです。お願いします。こんにちは。たびたび失礼します。もうね、準レギュラーばりに、ね、もう隔週ぐらいで来てる勢いですけど、いやいやいや、でもね、今日はもうね、もう盛雄くんを呼ぶしかない、私出雲にいましたから。いや、そうです ね、もちろん存じておりますよ、はい、はいはいはい。いや、改めて、まあ、振り返ってみて、あの瞬間っていうのを川島盛雄アナウンサーはどういうふうに迎えましたか。いや、もうそうですね、うん、これでもご本人にもね、うん、ご本人も連絡したら言ってくれてたんですけど、うん、でもやっぱスイッチが変わったんですよね。実況してて、実況してて、僕もだからなるべくなんというか、なんていうか、よく音声さんとも話すじゃないですか、うん、だからやっぱこうマイクにしっかりと音を乗せるために、はい、なんていうか心は熱く、はい、だけどこう頭は冷静にで、はい、やっぱり声もなるべくね、こう興奮してるように見せるみたいな、はい、よく言われるじゃないですか、はい、我々もそこを探りながらいつも作り上げて競馬中継臨んでるんですけど、よくね、馬場さんから言われたのは利権の権って言って、もう一人離れている、利権、離れて見る、そしてなんか離れ利権の権、まあ、見るっていうじゃないですけど、はいはい、離れてみて客観的にその自分を見ろというふうに言われているんですが、全部飛びました、全部飛びました、はい、あ、そうなんですか。もう来た瞬間もう飛びました。珍しいよね、盛雄くんにしてはね。多分なんかスイッチが バチンって入りましたね、はいはいはい、あ、でもなんか聞いてる限りではこうそういう印象あんまなかったんですけどね。あ、しっかり声も、ね、あのこうコントロールできてるのかなと思いましたけど、いやもう去年のアーモンドアイとも全然違いました。去年はだからその利権の権じゃないですけど、なんかそういう境地に初めて立てたような実況だったんですけど、それいいか悪いかとかではなくて、自分の中でそういう風な感じだったんですけど、今年はバッシュッともなっていうか、もう全部もう、はい、真っ白で、はい、真っ白で無我夢中みたいな感じ。吉原化したわけですね。いや本当、お前そのキャラ俺がやってるんだからさ来るな来るな。いやいや、もうでもね、早速聞いてもらいましょう。そうですね、もうね、ここで話しててもらち飽きませんから、はい、ということで川島盛雄アナウンサーの秋華賞の実況です、どうぞ。実りの秋に迎える世代最後の戦い、本戦ムードに終止符を打つのは果たしてどの馬か。第24回秋華賞飛び出しました。各馬ほとんど揃ったスタート、最内ダノンファンタジー絶好のスタートを見せました。ローズステークスと同じように絶好のスタートを見せた川田優雅はちょっと抑えながら外枠から行っています。各馬15番のコントラチェックが上がってきました。さらにはパッシングスルー、あ、そしてビーチサンバも前に行っています。コントラチェック、ビーチサンバ、そしてうち絶好の位置にダノンファンタジー3番手並ぶようにしてパッシングスルーです。中段からはエスポワールのピンクの帽子、最後方からシェーングランツ、竹豊、素足にかけます。2コーナーへ入っていきました。先手を取ったのはなんと福永雄一、ビーチサンバ。これは狙い通りの作戦か、首差のリード。コントラチェック少し控えて2番手、その後ろ3馬身差がついて、1番人気女王不在の最後の一冠、ここは負けられない。ダノンファンタジーと川田優が3番手、その後ろピンクの帽子がパッシングスルー、内からブランドワール上がっていきました。間にクロノジェネシスがいて、中段からレッドアネモスとフェアリーポルカ、内からオークス2着馬のカレンブーケドール中段の位置。前半の 1000m は58秒3、やや大物馬場、これは流れていると言っていいでしょう。その後ろシャドーディーバがいます。さらにはエスポワールがポツンといて、後方から赤い帽子の
ローズテソーロ、さらにはシゲルピンクダイヤ、残り3頭になりました。シングフォーユー、シェーングランツ、上がっていった武豊、それから4番トゥーンフラッシュで 3,4 コーナー中間点です。やはり周華賞ペースは流れています。先頭はビーチサンバ福永雄一、そして3番手ダノンファンタジー、ダノンファンタジーを抑えながら2番手に上がっていくのか、その前にコントラチェック、さらにはパッシングスルー、最後の一冠へ、クロノジェネシスも虎視眈々、赤い帽子が目立っています。外からはエスコアールも差を詰めて直線コース、先頭はビーチサンバがまだ先頭、ダノンファンタジー現在2番手、外からクロノジェネシス上がってきた、最後の一冠へ、クロノジェネシス、大外から茂るピンクダイヤ、クロノジェネシス抜ける、この一冠は譲れない、クロノジェネシス抜ける、カレンブーケドール2番手、さらにはシゲルピックダイヤ、クロノジェネシス最後の一冠見事につかみ取りました。北村雄一です。桜花賞オークスはともに3着。今日はプラス20キロ、オークスから直行でここへ狙ってきたクロノジェネシス、見事に最後の一冠を手にしましたということでしたけれども、改めて自分の実況を聞いてみていかがですか？いや、恥ずかしいですよ。やっぱ一人では何回も見ますけど、皆さんと一緒にこうやって見るって、もう恥ずかしいがね、もう。いい実況だったじゃない。いや、もうどうかわからないですけど、それはもう聞いてる方々のね、それぞれの感じ方だと思いますけど、はい。逆にどうでした？先輩どうですか？はい、それやっぱ桂君から言った方がいいよ。いやもう僕なんか僕あの後でもう質問しまくるかもう厳しい質問だから、まあ、どうですか。いやなんかね、だからそのさっき鹿島くんがおっしゃってた真っ白になったっていうのが、まあ改めて聞くと、あ、まあ確かにそうかもしれないなと思いますけど、うん、まあもういや初めてねそんなことをあの知らずに聞いてる限りでは、うん、とてもそんな風には思えなかったし、うん、最後のね、はい、直線なんかは迫力ありますけどね。多分その迫力が僕なんかあんまり出なかったって言うとあれですけど、自分でなんかこう、自分で聞くとなんかこうなんかすげえ危機迫る感じ出てんなみたいに思うんですよ。はい、でもそれがなんか出したかったところでもあるんで、はいはい、で桂さんがそうやって迫力があったって言ってくださるのはすごく嬉しいというか、一個ね、ごめんなさい、質問したいことがあって、はい、僕、川島くんの、G1 での実況って、割と、スタートが僕結構印象的なんですね。ああ、確かに言うかもね。今回、飛び出しましたって。はい、あ、なんで？あ、確かに俺気づかなかった。意図的なんですか、あれは。あれは、そうですね、僕は結構、なんていうか、G1 の時って、さあ行くぞみたいな感じで、はいはい、スタートってなんかこう、僕の中ではやっぱそのスイッチなんですよ、やっぱそれが。実況者、はい。やっぱ実況って一人喋りじゃないですか、うん。だけどそれまでは解説の方々と喋って、なんかこういうスタジオトークからの実況みたいなところの、はい、僕はスイッチみたいな感じなんですよ、あのスタートが。はい、で、はい、で毎回そのスタートの言い方もこう、すごい探ってはいたんですけど、今回は変えようかなって思ったのももちろんあったんですけど、はいはい、あとタイミングが合わなかったです。合わなかったですよね。あれね、ちょっと遅かったですね。あれスタートって言うとだいぶ遅れるんですよ。ああ、なるほど、ね。だからもう瞬時にじゃないですけど、もう多分これは飛び出しましたって言って冷静に言って。ああ、面白いね。確かに。立ってもう、そのスタートの各場の出に切り替えた方がいいなっていうふうに思って。どっちがいいですか、でも そこもそもそもあれなんですけど、やっぱそのね、スタートってうざいっすか。ああいやどうすか、別にそんなことないですけどね、はい、うざいっすかとかアナウンサーが普通に言っちゃうじゃないですか。スタートってあの邪魔ですか。そうです、ね、いや全然そんなことないと思いますけどね。やっぱ馬場さんとかやっぱここぞの時にスタートって言うじゃないですか、うんうん、あのスタートにすごい憧れるんですけど、やっぱそういうスタートなかなか出ないんですよ、自分の言葉から。あいつも探って、なんかそれこそこう ブースとかでスタートだけの練習するんですけど、うん、マジか、そんダメだよ森尾、それは、はい、なんでですか。探るな探るな。まあ最後のあの直線のゴール前聞いただろ。、はい、あの時考えてたか。考えてないです。ないだろ。だからそのスタートとかでブースでやるな。いや スタートスタートスタートとかやるな。そこはでもスイッチですから、やっぱこうなんかあるじゃないですか。だからもうその気持ちのままいけばいいんだよ。後輩の努力を全否定。はい、いやそんなもんやって。いや僕いいと思いますけどね。ねえ、はい、スタートっていうのがね、別に、うん、まあ、最終的には本当にね、その自分の気持ちがどう言葉になるかっていうところもあって、うん、実はそのね、スタートを一言にしても
川島森アナウンサーにめちゃめちゃ考えてると。そういうことですよね。僕も知らなかったけどブースの中で練習してるんだとかね。実はそういうことも考えてるんですよ。あのスタートにどういう意味を込めるかっていうね。考えてない人。そうそうそう。俺全然考えてないけどね。俺はね。言ってますけど。そうそうそう。まあでもまあそこでスタートして。で、どう大丈夫ですか勝田君。先輩どうですか先輩は。いや僕はですね、そのまさに森尾アナウンサーがだんだんこう我を忘れていくっていうタイミングが、うん、どのあたりからどういう感じで我を忘れていったのかっていうのをちょっと聞いてみたくて、はい、吉原さんは、うん、ごめんなさいね、その実況を、まあ、生ではなかったと思いますけど、うん、聞いた時にあこれ森を我を忘れてるなって思ったんですか。うん、だから一番象徴的なコメントが、まあ、この一環はこの一環はって言ったんだよね、うんうん、言いましたね、はい、あれはね我忘れてると時々出る僕がよくやるやつですわ。へえ。あれも無我夢中になったりするとあんまりうまいこと言おうと思ってないんですよ、うん、この一環はこの一環はっていうワードってその気持ちだけで喋ってるあんまり考えてないよね。そうですね、考えて出た言葉ではない。そこは考えてなかったです、はい、だから聞いててあこれ俺っぽいってちょっとその時に思ったんだけ ど, なるほど。だからその僕が思うのはこの一環はこの一環はっていうちょっと前ぐらいから、うん、森尾くんは我を忘れてるんじゃないかという予想なんです。だけど森尾くんは実際どこから我を忘れてんのかなっていうのが聞きたくて、実際どこら辺でした？最初だから本当高原さんとほぼ一緒です。だからクロノジェネシスがもう抜けてきた時に、うん、はいはいはい、うわーって思って、あ思ってたんだ、はい、へー。でもそこまでは上がってなかったよね当時は、はい、そうですね。でもなんかこううわ来るかもみたいな感じです。だから、うん、ドゥ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 みたいな感じです。一気に仮想対象的なの、はいはい、ドゥドゥドゥって上がってきたから、はい、なるほどね、はい、でその後にさクロノジェネシスって言った後にシゲルピンクダイヤ、大外からシゲルピンクダイヤって言ってるじゃん、はい、でその後に急にこの一環はこの一環はみたいな感じになってるから、はい、シゲルピンクダイヤのとこよりもどっちかというと完全にシゲルピンクダイヤって言いながらスイッチはクロノジェネシスに入ってる。あ、もう入ってるんです。だからはい、へー、やっぱりこのままだと多分直線クロノジェネシスのことをしか言わんくなりそうやなって思ったんですよ。あ、なるほどね、ある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 。でもそれだと、うん、いくら G1 といえども例えばそのアーモンドアイみたいなもう三冠がかかってるグリグリの一番人気の馬だったらまだいいかもしれないんですけど、うん、やっぱ混戦って言われる秋華賞でしかもクロノジェネシス僕が思ってたよりも人気しなかったんですよ。しなかったですね、はい、だからなおさらこれはちょっと他の馬もちゃんと言わないと思って、うん、なるほどね、だからクロノジェネシス抜けた時にあスイッチ入るドゥ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 って上がったけど、はい、一応シゲルピンクダイヤのこともやっぱ言っとかないと今回混戦だからっていうのは、はい、やっぱそういう自分がいたわけだ、はい、利権の件だここはまだ。あ、そうですね。でそっからシゲルピンクダイヤって俺言ったからもういけるぞと、でこの一家に入ってった。そうですね、あそういう感じなんだ。シゲルもだってすごい勢いじゃなかったですいやすごかったね、うん、はい、僕の中ではでもこれちょっと自分でも不思議なんですけど、うん、4コーナーで黒のについてくれた時に、そう、そうそうそう、あれ赤い帽子が目立っているって言ったじゃん、はいはい、あれはどういう意図？なんか、うん、すごい来る感じしたんですよ。なんていうか、あーすごいね、光ってるじゃないですけどだから目立ってるみたいになんか、すげー、でもこれすごいね、勝つんちゃうかなってだからそこで思ったんですよ、その時のあの雰囲気で。あガノンファンタジー、ガノンファンタジーを抑えながら2番手に上がっていくのか、その前にコントラチェック、さらにはパッシングスルー、最後の一冠へ、クロノジェネシスも虎視眈々、赤い帽子が目立っています、外からは。で、うん、でそれこそ抜け出した時あったじゃないですか、うん、あやっぱり来るって、ドゥルルっていう感じだったんですよ、それで。はい、そこでね、客席はあの4コーナーにあったんですよ、そこでじゃあ1ポイント目が怖いわけですね。はい、あれもいい、そう、印象的だよね。あれも初めての経験だったんですよ。まあ、僕もこのメモ、赤い帽子が目立って書いてあるから。なんか目立ってるって言わなくないですか？あんまり言わない。言わないです、ね。僕はちょっとなんかだから後から振り返って聞いてると恥ずかしいんですよ。まあ多分そこら辺からもう多分我忘れてるわ。5ポイントぐらい入ってるわ。多分タタタって一気にタタタって5ポイントぐらいって。はい、僕もそのやっぱ実況直後って覚えてないんで。覚えてないね。家帰って見返した時に4コーナーで赤い帽子が目立っています。目立っているって言ったよみたいな。ああみたいな。はい。言ってた。すっごく恥ずかしい。そこはなんかこう赤い帽子が西日に輝いて西日照らされ輝いていますとか、ね、なんかこう。なんか言おうと思ってたら多分そういう風に僕装飾したと思うんですよ。なんかかっこよく言おうみたいな、
赤い帽子がきらめいていますとか西日に輝いていますとかなんか言ったと思うんですけど、本当も違う感覚だったね。でそういうことって今までなかったんですか、その誰かが光って見えたっていうのは。ないですね。だから去年とはまた違う感覚です。はあ、はい、あなるほどね。いやこれってなかなか言えないですよ本当に。でもともとさクロノジェネシスが勝った時にこういうワードを言おうっていうのは用意してたの？そうですね。あ用意してたんだ。いやなんかなんというかそれをどこではめるとかは分からないんですけど、うん、なんかそのやっぱクロノってすごく阪神ジュベナイルフィリーズが2歳の頃からもそれこそこの世代では上位人気馬として活躍してきて、うんうん、やっぱ、まあ、2着とか3着とか、うん、だから言うなれば惜しいっていう、うん、すごい馬だったじゃないですか、うん、だからなんかどっかでなんか惜しいの言葉はもういらないみたいな感じのことをあ言いたかったな、はい、なんか何となく考えてたのがあったんですよそれを。だからもうそんなことはもう全く出ずに出てこないっていうね、はいうんはい、なんかまあでも結果的にはね割となんかそれの一番かっこいい表現をしてたような気がしますけどね。結局そういうニュアンスだけをこう抽出して本当に最後の最後に出たのがこの一巻はっていうやつだったわけですね。そうですね。僕も本当におこがましいですけどちょっと恥ずかしいですけど聞いてて最後ちょっと高健さんみたいなと思いました。なんかあの本当最後のところが高健さんになったと思いました自分。待て待て待て俺にならなくていいから。いやそれじゃダメなんですけどね。だから僕は自分探しの途中なんでまだ。はい。ねえだそういう意味ではなんかあの最後のクロノジェネシスの前のシゲルピンクダイヤっていうのがそこです、そこです、はい、あの切れ味3着だよね着シゲルピンクダイヤ3着です、はい、っていうあの切れ味が、はい、あなんかだいぶ入ってるなと思った。普通に考えてたらあそこで3着の馬はあんな絶叫しないから、僕だからあのシゲルピンクダイヤが高健さんに似てるなと思った。あさあそこが、はい、クロノジェネシス抜けるカレンブーケドール2番手、さらにはシゲルピンクダイヤ、クロノジェネシス、クロノジェネシス最後の一冠。あれがねなんかねキレあるなみたいな。僕らしくないって言ったらあれですけど、森尾らしくないというかね、はいはいはい、なんか違うって思いました、うん、自分で聞いててそう、はい、シゲルピンクダイヤ僕はねあれが一番なんかこう最後の最後にこれ言ってるってことは、うん、結構舞い上がってるなと思いましたけど、だそこも含めて後から見返すとでもあそこも迷いどころなんですよ。あれってどうですか、シゲルピンクダイヤ言った方が良かったですか、それとももうあそこは黒野で行くべきでしたか、ね、黒野で行くべき、僕はそう思う。ああそうなんですか、そうすか、うん、気持ちは分かるんだけどね、はい、俺も言っちゃいそうなんだけど、あそこはなんか最後にもがき苦しんで出る一言で勝負するのもありかなって思うかな、うん、確かに森尾は、はい、その混戦だからいろんな馬も言わなきゃいけない、1着2着3着言わなきゃいけないっていう気持ちもすっごくよく分かるんだけどねえ、いろんな思いがあったじゃないですか、私たちにとっても。ありましたね、はい、あの北村雄一騎手と実はご飯にその週に行ってたんですよ。そうなんです、そうなの、もうそれはもう本当にもう高健先輩のおかげです。いやそんなことは全然ないですけど、高健先輩がもう、うん、僕もね高健先輩がずっと北村雄一ジョッキーとは仲良くて、はい、でそれこそたまたまね、うん、たまたまですけど、まあ、5、6年前ぐらいから僕もなんか高健先輩にご紹介していただいた時があって、で北村雄一ジョッキーとなんかその立東とか競馬場とかであったらお話は普通にさせていただくみたいな感じの間柄にはもう高健さんのおかげでならせていただいたんですけど、とんでもないですけどね。だせっかくね、あのご飯行くっていう感じになったので、もうぜひね、もう今週実況するわけだから森尾もね誘って、でたまたまそのクロノジェネシスの話で結構なって、うん、でそういうところがあったから、そうそうそう、いやもう本当にあれのおかげです、あれのおかげというか、いやいやいや、でもなんかそこでなんか森尾がね普段以上にスイッチが入る要因っていうのは実はあったっていうところで、その縁したものがあったんや。そうありました、本当に、はい、またね、やっぱそう取材だけではなくて本当こうやってまた違う場でご一緒させていただいて、うん、はい、そこで多分スイッチが入ってたでもよかったね、そういう経験ができて、なかなかねそこまでこう我を忘れてっていう経験ってそんなにこう、そんなにないっつったらダメなんですよ。毎回出さなきゃいけないんですけど、特別なね、気持ちになることって、結構数限られてきてるというところもあったりするから、やりきった感があるね、顔にね。羨ましいよ。俺これからなんだよ。ね、そのバトンを。
いや、こっからね、だって本当ね、ね、関西 G1 続いてますからね。続きますよ、本当に、ね、こっからですからね。岡安先輩、石田先輩もね、そうそうそう、そうですね。僕本当そういう意味でもプレッシャーあったんですよ。だからやっぱり、一発目ですから、うん。で、やっぱそういう戦いもあるわけじゃないですか、実況アナウンサーとしてのね。あるね。はいはいはい、それはもうそうそう、感じてますしね、みんなね。やっぱね、遅れを取ったらもうなんというかね。そうそうそう。準メインでも岡安さんね、はい、すっげえ力入れてやってたし、ね。何とか言って。僕だから準メインって基本聞かないようにしてるんですよ、本当に自分がメインで。なんか雑念が入るんですよ。やっぱそういう先輩方がなんかこう上手って言ったら失礼ですけど、うん、先輩たちがやっぱうまい実況されるじゃないですか、はいはいはい、されるとなんかうわ僕もなんか言わなきゃとか雑念が入るから僕絶対順面聞かないんですよ、ね、へ今回も聞かなかった聞かなかったですだからもう外出たりとかじゃあお母さんが何って言ってる時はもう、はい、全然知らんかったですそれは、ね、そしてバンドギャルドようやく伸びてきたバンドギャルドババの三分どころから伸びてくる外からはシベリアンタイガー何シベリアンタイガーこれは大波乱になるぞ先頭はしかしバンドギャルドそして2番手の一戦には内の方から8番のロケットそして11番のシベリアンタイガーここは順当バンドギャルドそして2着にはなんとシベリアンタイガー勝ったのは9番のバンドギャルドですここは高橋さん快勝でしたねそうですねあの何聞いてたら僕本当力入ってますあまあかもね逆にねやべなんかうまいこと言わなきゃとかそれこそもっとシゲルピンクダイヤをフューチャーしてたかもしれないそうだね何シゲルピンクダイヤって言ってる間にも黒のゴールしてるわ確かにダメダメそれは確かに何パクリしてたかもしれないですね僕本当に、うん、あ本当に多分そう、ね、人気はそうでもないけどね人気はだってそこそこあったでしょ、はい、いやシゲルピンクダイヤ低かったですよそんななかったの、はい、あそうか、はい、へ切羽詰まって何シゲルピンクダイヤって言ってましたよ多分本当にそっかじゃあよかったね良かったです聞かなくて、あなるほど、びっくりしましたよ岡安さんこんな実況してたのかみたいな、そうそうそう、はい、いや僕もねあの出雲から岡安さんとちょっと電話で喋ったら俺の熱い実況も聞いておけって言われたその後三年坂特別聞いておけって言われて聞いたらあ確かに直線そういうことだったのか攻めてるなみたいなね、原始としての熱い実況でしたね